さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。日経平均は小幅に続落しました。今日の相場をどうご覧になりますか？そうですね、ご案内にあった通り、ニューヨークのハイテク株が続落という形になりましたので、朝方から日本でも電気株、特に半導体等に利益確定売りが目立ったということだと思います。ただその半導体や半導体製造装置関連もですね、朝方売られた後に引けにかけては戻すと、下げ幅をだいぶ縮小していると、このアメリカの方の混乱ぶりもある程度織り込んだのかなという感じはいたします。一方ですね、海外の高車要因にできるだけ遠いところということで、内需銘柄ですね、代表的な内需といいますと不動産あるいは建設なんですが、今日はこうしたところが軒並み高、あるいはですね、花王や資生堂といったいわゆるディフェンシブと、海外要因に不安があるときには買われるセクターも、これが昨日に続いて買われてたというのがやはり目立った。結局はこうしたですね、大きなブレあった後は14日に FOMC ミーティングの結果も出てきますので、それを見てからにしたいという点で、売買代金もかろうじて2兆円に乗したという程度、トピックス高、日経平均安に見られるように、非常に方向感の取りにくいですね、そういう相場付きだったというふうに思います。